それあん時のガキの方だな。あんなムサヒゲ野郎があんな体術を使うなんて誰が思うかよ。俺がなんで暁に入ったなんてのもどうでもいいことだ。いいか、お前に聞いておかなきゃならないことがある。で、お前は現実加トン手裏剣術。俺らのフォーメーションを決めておく。それがフォーメーション B。 A は了解。忍びの里は平和だ安定だなんて言いながら、だから まず金と力を蓄えるんだとよ。どういたちくん、暁にはなれた。リーダーももう少し考えてほしいところね。だがそれは手段に過ぎない。暁は次の段階に入る。手の空いた者はその所在を調査しろ。それで？それが世界征服のための抑止力となる。ジュゾー、お前たちは水の国からの依頼だ。あんたの元里か。仕事としては単純だ。大名家に対して霧隠れの里は介入できない。この川が国境だが、水の国に来たことはあるが、水の国の領地で田里の忍びが発見されたらどうなるかは知ってるな。お前はまだいいぜ、イタチ。この葉はぬるい。あ、フォーメーション C を忘れてたぜ。フォーメーション D の時はどうしてほしい？普通だ。じゃあそれを見せてもらおうか。待ってくれ！ルート、台風一家。水影か。俺の忠告は覚えてるか。俺だって来たがなかったんだがしょうがねえ。となると不意打ちでお前の現実ってわけにもちょっといかねえな。イタチ、カトン豪華級の術。美獣か。シャンガンの力。あの、ユゾ。じゃあ早く行け。しかし誰かに何か伝えたいことがあれば聞いておく。俺はただこの元いた場所でくたばるだけだ。ではイタチ君は水影相手に無事戻ってきたってことね。その判断は皆に任せる。恋だな。それが何だ。殺したいと思ってたんじゃない。どうする、カクズ。相棒を失った者同士、イタチと組む。てめえ俺をコケにする気か。それは所詮お前の欲の問題だ。イタチ、お前には足りないのだ。
組織よりも自分のことを優先しやがった。すぐに隠れ場所をつかんでやる。そう急ぐな。暁だ？知るかそんなもん。威勢はいいが、こいつは早死にするタイプだぜ。近隣諸国で反国家分子どもに加担し、うざいな。終わりですか？任務には従ってもらう。そこのお前、二度とお前の現実にはかかんねえからな。デイダラと組んでオロチマルを殺しに行け。それだけ分かれば十分だ。行くぞ。イタチとキサメは草隠れに行ってもらう。風の国に向かったのならここだ。だがあそこなら好都合だ。行くぞ。あなたたちが暁からの追っ手というわけね。ああ、おめえはあいつに恨みはねえだろ。ここでは俺に血の利がある。少しいただいたの。なんだと？ああ、あっちのはなんだ？サソリか。貴様よくもこの俺を。てめえが区別の公爵垂れるんじゃねえ。まだ。なんだ。イタチ君の体なんだけど。ふざけるな。あのデタラメな術は何だ？だから封印術を使うか、力づくで動きを拘束するしかないだろう。生きていれば何らかの動きがあるだ。不死身ということではもう一人現れた。今回は編成を変えてメンバーを派遣する。お、そこのあんた。金目当てでもなければ恨みでもない。やはり俺をイラッとさせやがるな、てめえは。どう？江戸天聖ではないようだ。こりゃ邪神様も喜びそうな生贄だ。なんだよ、もう終わりか。神の裁きを下してやるぜ。もう行かねえんだよ。気持ちいい。だが不死身のわけはわからない。二人を分けてくれ。なんだ戦争、何でもやる殺戮集団だから。この里の成り立ちにオロチマルが関わっている可能性がある。オロチマルは音隠れと砂隠れの忍びを使い。俺が行こう。ではお前たちに任せる。映画を極めたあの里が哀れだな。
サスケ、お前は無事でいるのか。